ここが合同リハーサル会場。ここにいるみんなドルラバに出演するアイドルなんだね。そう考えるとすごい人数ね。それにテレビで見かける子もたくさんいるわ。こんなアイドルばっかりの場所に私も混ぜてもらってるなんて、本当にいいのかな。みのりちゃんも立派なアイドルですよ。まあ今回ばかりはみのりの気持ちもわかるわ。実績のあるグループが呼ばれるってだけあって、こうして揃うと圧巻って感じだし。そうだね、やっぱりみんなオーラがあるというか。あ、どうかしたの？あそこにヒイラギさんがいて、ちょっと挨拶してきてもいいかな。あ、それならいい機会ですし、全員でご挨拶に伺うのはどうでしょう。え、あのアスランを作ったプロデューサーにご挨拶？どうしよう。スーパーアイドル桐谷はるかちゃんを産んでくださってありがとうございます。え、伝えた方がいいかな。いや、今のあんたの立場でそんなこと言われても戸惑うでしょう。普通にしてればいいのよ、普通に。みんなのことも紹介したいし、それじゃあ声かけてみようか。お疲れ様です。ご無沙汰してます、柊さん。桐谷か、久しぶりだな。元気にやっているようで何よりだ。まさか桐谷の移籍先と私の手掛けるグループがコラボするとは思わなかったが。そうですね、私もまさかこんな形で再会すると思いませんでした。いい機会なので紹介させてください。今一緒に活動しているモアモアジャンプのみんなです。はじめまして。ヒイラギさんのことはハルカちゃんからよく伺っています。今回はよろしくお願いします。ご丁寧にありがとうございます。こちらこそよろしくお願いします。それで私、ヒイラギさんに会ったら伝えたいと思っていたことがあって。はるかちゃん？アスランを卒業することになった時、たくさんご迷惑をおかけしました。でもアスランの活動を通してヒイラギさんに教わったことは本当に大きくて、今の活動の指針にもなっています。本当にお世話になりました。はるか、律儀なところは変わらないな。だが今言うことじゃないだろう。お前はもうアスランじゃない。モアモアジャンプの桐谷はるかだからな。そうですね。今回は仕事相手として、改めてよろしくお願いします。あの、もしよろしければ、リライトの皆さんにもご挨拶したいのですが。なあ、それなら。モアモアジャンプの皆さんですよね。いつも配信見させてもらってます。この前のどっこい町おこし隊もみんなでしおりを作ってるとこすごい感動しちゃって。あなたは。ちょっとあかり、失礼だよ。こっちはまだ挨拶もしてないのに。すみません、皆さん。リライトの椿千春です。こっちは萩山優。よろしくお願いします。それで、こっちの賑やかなのが。あ、江崎あかりです。すみません。本物に会えたと思ったら、つい興奮しちゃって。あ、本物の、本物の
の場所で準備してて。まあ、もうそんな時間か。すみませんが、私はこれで。江崎、これ以上失礼のないようにな。あ、わかりました。お疲れ様です、プロデューサー。なんだか、みんな普通にいい子そうね。事務所の持ち上げだとか、性格が悪いとか、やっぱり噂は噂でしかなさそうだわ。声をかけてくださってありがとうございます。私たちのこと知ってくれているんですね。もちろんです。っていうか敬語なんてやめてください。アイドル歴は皆さんの方が先輩ですし。そんな先輩だなんて。私たちの方こそラフに接してほしいわ。皆さんのことは私たちも知っていて、今回はたくさん勉強させてもらおうって話してたの。ダンスや歌すっごく上手ですよね。いつもテレビで見て元気をもらっちゃってます。私たちのパフォーマンスで元気を。嬉しいです。私たちそういうアイドルを目指してるので。今はまだまだ実力が足りてないってプロデューサーにもよく言われるんですけど、私たちは自分たちの歌とダンスで希望を届けて、この日本中をまるっと元気にするようなアイドルになりたくて。日本中を。そのために歌やダンスには特に力を入れて頑張ってるので、憧れのモアモアジャンプさんからそんな風に言ってもらえて感動しちゃいました。今回のコラボステージ、モアモアジャンプさんからいろいろ学ばせてもらおうと思ってますので、よろしくお願いします。こちらこそ、よろしくお願いします。自分たちの歌とダンスで、希望を。それって、私たちと。あ、私たちの出番。そっか、私たち一番最初だったよね。早く行かなくちゃ。皆さん、よかったら見ててください。コラボ相手として最高のパフォーマンスをしますから。ええ、応援してるわ。頑張って。今回のステージ、リライトが一番最初なんだね。ええ。本番もそうだけど、今も練習とはいえ、緊張しちゃいそうよね。うんうん。私だったらって思うと、心臓が爆発しちゃいそうで。あ、始まったわ。この表情。行くよ。すごいわ。うん。入りの時の表情。さっき話してた子たちと同じ人だって思えなかったよね。ステージに立っただけで曲の世界に一気に入って、見てる人をぐっと引き込んできた。テレビで何回も見てるけど全然違う。目が離せなくなっちゃうよ。生でこんなパフォーマンスができるなんて。みんな圧倒されてる。客席への視線の向け方、指先の使い方。
歌詞に沿った感情の込め方、全部全部完璧だわ。今はまだまだ実力が足りてないってプロデューサーにもよく言われるんですけど、まだまだなんてよく言ったものね。この子たちはまさにアイドル。私が憧れたアイドルそのものだわ。